海にナ、学名はトレイリアマルティフォーミスは、九空ウ海にナ科に分類される、統計の巻き貝の一種。極東アジアに分布し、淡水の影響のある海岸や川口といった、寄水環境の、主に砂霊や砂歴などのに生息するが、時には、岩礁性の環境に見られることもある。韓国名は、中国名は、タケイスミガラ、台湾では、タケイウミニナとも言う。また同様の環境には、 海にナによく似た外見や生態を示す巻貝も多く、大規模な産地ではこれらの複数種が共存することも少なくない。日本ではそれらを総称して、海ニナ、海ミニナ類などと呼ぶことがあるため、これらについても日本産海ミニナ類の節で述べる。生貝の貝殻は体高 35mm、各計 13mm ほど、等型で硬い。ラソ曹は8回ほどになる。 薪の中ほどが膨らみ、塩水というより、水滴型を長くした形に近い。貝殻の色は、灰色や灰褐色が多いが、方合の下側に白い帯模様が入るものも多い。ラーバラは5本で、それが不規則に区切られた、レンガ積みのような、細かい彫刻が、貝殻表面を覆う。方合のやや下には低いイボ状突起が並んで型を形成することがあるが、この突起列は、 個体や個体群によって強弱の変化が激しく全く見られない場合も多い。殻口は比較的大きな半円形で、外側は黒地に白い縞模様がある。内側は白い活層が発達し、特にカ殻口内唇の上部には三角形に張り出した活層流ができる。蓋は角質円形の多線型で脳褐色をしており、周縁には 半透明褐色の薄いマック上部がある。ただし本種は、貝殻の個体変異が多く、黒っぽい、白っぽい、殻の膨らみが弱い、イボ状突起が発達する、滑走流がない、殻口が小さいなど、戦術の特徴に当てはまらない個体も見かけられる。学名の種賞味をマルティフォーミスも、多形を意味する。類似種を含めた、いわゆる海にな類の中では、殻の中ほどが膨らむこと。 体全体に比べて体操と唐口が比較的大きいことなどで多種と区別できるが個体変異により到底が難しい場合があり特に唐口が完成していない幼いでは細身になとの識別が困難である日本では北海道南部から九州まで日本以外では朝鮮半島と中国沿岸に分布する南西諸島に分布するのは 同族の琉球海にビーフレクトサイフォーネタである。河口や内湾などの寄水域に生息し、干潟の砂嶺状に群れをなす。多産地では、長間帯上部の一定区域が海にナで埋め尽くされる。砂嶺状に多いが、付近の天石帯や岩の上など、和妙に海とあるが、ある程度は、淡水の影響があるところでないと見られない。細海になと、同所的に生息する場所では、 海ナの方が、高潮くらいに生息することが報告されている。干潮時に地上を這い、主にデトリタスを設置する。ただし這う時間は20から30分ほどで、じっとしている時間の方が長い。砂底に半ば埋まったものもよく見られる。たまに角上に背の高い小さなガ貝が付着したものがある。これは、雪のガ貝かのつぼみイで、他にも少数ながら。 富士壺やカキが付着したものもいる。死有遺体で交尾によって繁殖する。卵と妖精は東京湾産の個体が7月中旬に水槽内で産卵したもので観察されている。それによれば、卵は卵小に入った形で生まれ、1個の卵小は長さが約620メートル、幅が約451メートルほどの打球型で、 内部には5から9個の肺が入っており、それぞれの卵小は相互に、長軸方向に複数繋がって全体が紐状となっている。産卵後3日目には、平均角形204メートル、およそ一巻きの丸い貝殻を持ったベディジャー妖精が、孵化し、自由に水槽内を泳ぎ回ると同時に、しばしば動きを止めて、水槽底に留まるのが観察された。 このまま餌の補給なしで1週間を経た後、より深い水槽に移して、クロレラを与えたところ、ベリジャー養成の消化管内に、クロレラが取り込まれたことから、自然界でもプランクトン生活をしながら、植物プランクトンを食べていることが推察されている。しかしこの観察では、その3日後には成長も変態もしないまま、全個体が停死してしまったため、それ以上の詳細は不明となっている。 このようなプランクトン生活をするベリジャー養成器を経る発生様式は、イボウミニナや、フトヘナタリなどと共通のものである。しかし、形態、生態ともによく似た細ウミニナのみは、このような浮遊生活器を経ずに、卵から補福型違いが、直接生まれる直達発生であることが知られている。この違いが、タネコ体群の維持にも影響を及ぼしている、可能性が指摘されている。 鮮魚店の海に染人や地域によってはこれらの海にな類を食用にする。日本ではこれらが豊富に得られる瀬戸内地方から九州にかけての地域でよく食べられ、例えば佐賀県では宝茶、長崎県では宝城みなどと総称し塩茹でなどで食べる。食べる際は五円効果の、また台湾などではこの類を ZH。 小衆らと総称し、ピリ辛味に調理したものなどが街中でも売られる。食用以外には、肥料としてそのまま畑に撒く人もいる。海庭の減少と保全、編集海庭は20世紀中頃までは、その分布域内では極めて普通に見られる回の一つであった。しかし20世紀後半に入ってからは、各地で減少傾向が荒わ,わになり、20世紀末頃には一部地域で消滅、 もしくは非常に稀にしか見られない状況となった。最大の原因は、生息環境の干潟が、埋め立てや干拓などで激減したことによると推定されており、似た環境を好む太辺辺辺りや川合いなども、同じように著しく減少した。しかし、他の海になる意と生息環境がよく似ているにも、かかわらず、細尾になだけは、生息数に大きな変化がないことから、 日型の減少以外にも何らかの要因があるとして、発生様式の違いが注目された。すなわち、細尾ミニナは、直達発生のため、卵から生い出した違いが、親飼の生息環境に直接加入し、再生産が効率よく継続されて、個体群が維持されると考えられるのに対し、その他のベリジャー養成器を持つ種では、近隣に適した日型が少なければ、 浮遊陽性がそこにたどり着けないままに消耗する率が高くなり、個体群への新規加入が困難となるとの推論がなされた。その後、海ニナもベリジャー発生であることが確かめられたことで、先の推論通り、産卵期である夏季の東京湾内の貧酸素化や着底可能な日型の減少で、浮遊陽性が生き延びて、無事に着底できる率が低下するために、 湾内の海にナコタイ群の維持が困難になっているのではないか、との説も出されている。岩礁海岸に生息するものとしては、カヤノミカニ森が減少傾向にあり、沖縄県では純絶滅危惧熊本県では絶滅危惧 1B 類、長崎県では絶滅危惧ある類、岡山県では絶滅危惧1類、千葉県では最重要保護生物に登録された。一方、 愛媛県では1980年代半ばには生貝がほとんど見つからずに絶滅状態に近かったものが1998年前後からは増加傾向に転じその後一部の地域では多数見られるようになったという事例も報告されているがその理由は明らかになっていない日本における海にナの保全状態は以下のように評価されている上のウミニナ類左からたり 海にな、細海にな、へなたり、細海にな四角。左上では、海にナが砂に埋まっている、気水域の干潟に生息する、陶形の巻き貝は、海にナ以外にも、複数の都にまたがって様々な種類が知られる。多産地では、複数種が共存しており、日本ではこれらを、海にな、海になるいなどと一くくりに扱うこともある。日本産には、以下のようなものがいる。 かつては、ポタミ時代を、海にナかとしていたが、メス生殖器、生死、死絶の構造が異なることから、海にナ属が新しく海になベテてアリデイとして分離され、ポタミ時代の和名は、キバ海にナかとなった。細ウミになバトレエリア9ミン G 位格好25ミリメートル、格径10ミリメートルほど。和名通り海にナよりも貝殻の膨らみが弱く、塩水に近いこと。 殻口が小さく円形で、活走流がないこと、石畳模様のキめが細かいことなどで区別するが、海港と似た個体も多く同定が難しい。カラフトから九州、朝鮮半島、中国北岸に分布する。また本来分布していなかったアメリカ西海岸にも分布を広げた。海港、同所的に見られるが、より海水の影響が強いところを好み、ある程度の住み分けが見られる。 川口から遠い小浜もの藻場や外洋に面した岩磯の隙間等でも見られる。イボウミニナビーゾーニリス角高 40mm、角径 15mm ほどで、ウミニナよりは大型で細長い。和名通り方向下の突起が、イボ状に発達し、凹凸が際立って見える。殻口は、菱形で外縁に湾入があり、横から見ると、お右に倒したような線を描く。方向下に、 白帯が入るが、白帯がないものもいる。海ニナや細海ニナにも、イボ状突起が発達し白帯が入る答えがいるが、空口で同定できる。インド太平洋の熱帯、温帯域に広く分布し、日本では北海道南部以南で見られる。内湾の泥質砂泥干潟に生息し、海ニナより海側に多い。琉球海ニナビーフレクトサイフォーネタ小沢。 1996角光2 0トル、角径1 0トルほど。殻の膨らみが弱いこと、下流上彫刻が強いこと、水管が強く、左に曲がることなどから、海にナとは別種とされた。アモミ群島以南の南西諸島に分布する。九州からの報告は、海にナのご同体と考えられるが、今後分布を広げる可能性もある。クワノミウミニナーブロニー。 沖縄諸島と台湾に分布する。旧、海の中で、ふとへなたりか、へなたりがいかと呼ばれることもある。生態は空口が大なり小なりが違反し、水管口が深くえぐれる。種類によっては大きく反った、空口が水管口を覆うように張り出す。左、へなたり、右、かわい。へなたりの空口は大きく、外側に反るへなたりパイリならニッポニカオザワアンド&、 レードインレードアンドーザは2016角項 40mm、角形 12mm ほど。貝殻は円錐に近い。生体になると殻口がラッパ状に反り、水管が後方に曲がる独特の形になる。殻は紅白色褐色で3から4本ある西薔ラがはっきりとしている。海ナよりも黄色っぽく横島が強く見える。日本、韓国、台湾。 中国中部沿岸に分布する。川口干潟の砂地に生息する。和名の由来は不明だが、かつては、角質の蓋が、こうに使われていた。つれずれ草にもその胸の記述と、へなたりの名が登場する。かつては、スリチディアシングヤラタなどの学名が用いられたが、別種である。川アイパイリならプッポフォーミスオザワ&、レイドインレイドオザワ、2016角光 50mm。 角径 13mm ほどで、九州以北の海になる意としては、大型種である。殻は、一様に、黒褐色で、いくらか、紫色を帯びる。表面は3本の西アバラがほぼ同じ太さの、縦アバラで区切られ、四角形の下流が、規則正しく並ぶ。また巻数が多く、ラソ層は13階に達するのも特徴である。生態は殻口が反るがへなたりほどではない。 日本から東南アジアに分布し、川口干潟の泥地に生息する。産卵期は7から8月で、泥で覆われた紐状の卵塊を生む。かつては、シージャジェリエンシスなどの学名が用いられたが、これは別種の化石種である。フトヘナタリスリチディアモーナーシカクコウ4 0メートル、ケ径2 0トルほどの大型種。生害は、ヘナタリに似るが、和名通り太く。 拡張が欠ける。殻口の反りも小さい。貝殻表面は粗い布目状。色は紅白色。灰色から黒褐色まで変異が多い。西太平洋の熱帯、亜熱帯域に分布し、日本では東京湾以南で見られる。寄水域に生息するが、大潮の満潮時のみ水に浸かるような高所に多く、多種と住み分ける。糸掛け辺あたりは、 アマミオ以シマイの西太平洋熱帯域で見られる、フトヘナタリの足とされたこともあったが、遺伝的には単なる地理変異とされる。島マヘナタリリチリアトンキニアナマビア、1887、格好35ミリメートルほど、フトヘナタリに似るが、縦バラが強い。中国、朝鮮半島、日本に分布する。日本の生息地は、東京湾、瀬戸内海、 玄海灘、有明海が知られていたが、すでに、東京湾と玄海灘では絶滅している。クロヘナタリスリスニィオプシスラーゲルアティ確保2 5トル、各径1 0トルほど。太ヘナタリにリルが小型で、細長く縦あばらの数が多い。殻が、やや薄質で殻口が外反しないことなどから、本種のみで親族が必要との説もある。西太平洋の熱帯。 温帯域に分布するが、日本の生息地は、東京湾、瀬戸内海、有明海だけで、東京湾ではすでに絶滅している。窓持ち海になってレブレイリアサルケイタ角口 50mm、角径 25mm ほど。空口は大きな半円形で、外側が分厚く発達する。水管口は発達した空口で塞がれて、水管口になり、和妙通り円形の窓が開いたようになる。 殻の表面は、縫合が、溝状にくびれ、縦横の細いあばらが交わって、格子状になる。インド太平洋の熱帯域に分布し、日本では、奄美群姉妹南の南西諸島で見られる。マングローブの泥底に多い。キバウミニナテレブレイリアプルストリス角高 100mm、角計 40mm に達し、日本産ウミニナ類の最大種とされる。 窓持ち海に何に入るが水管は殻口とつながり、より大型で細長い。インド太平洋の熱帯域に分布するが、日本では八重山諸島だけに分布する。千人貝テラスコピアムテラスコピアム各高 100mm、各リ 40mm の大型種。殻は整った円水型で、ラソーは20回以上ある。ラーバラは3本あるが殻口付近では目立たなくなる。 軸唇がねじれる。インド太平洋の熱帯域に分布し、マングローブ地帯に生息する。日本で生態の記録はないが、八重山諸島で四角が見つかる。鬼の角がいかは、熱帯の旋回に多くの種類がある。南日本の霊室日潟では、海に中や木場海に中諸種ともに、コゲツ月ブエという貝が見られる。コゲツ月ブエスリシアムカーリアムキーナー。 1841角口3 0ト、mm、ルほど。殻の表面に小さな半球形の下流が並ぶ。殻口は防水型で、西外の殻口は内側に向けて飛行し、殻郊外側は形に湾曲する。殻の色は和明通り黒褐色だが、肺褐色のものもいる。西太平洋と東、インド洋の熱帯域、日本では紀伊半島以南に分布する。 内湾の干潟やマングローブの環潮線付近の砂霊場に生息する。海になるいが生息する川口干潟は埋め立て、春節、観卓などが行われやすく、環境汚染もあって、各地で海になるい生息地の消滅や減少が起こっているのは前述のと通りである。日本の環境省が作成したカイル類レッドリストでは2007年版で細ウミニナ以外の主要種が掲載された。 ありがとうございます。